生徒に必ず聞くんですこれどっち早いのそ、ね、したら「こっち早い」って言うんだよ「こっちが早い」って「何で?」って言われた時に「押されたからです、ね」押されたからです。って言うんです。いやそれは間違いでしょ例えばすっげー太ったお相撲さんがいてそれに小学生がダって押したどうなるって小学生跳ね返されるわけですよ。ねそれって押されたから速くなるっていうことは 言葉とししてはおかしいよね曖昧な表現をしてはダメで絶対こっちが早いんですなんで離れたからです。わかるかいイメージで言うんじゃないんです離れたってことはこっちの方が早いんですよ。公式の丸暗記ではなく一個一個しっかりと公式を理解してそして表現していくっていうのはこういうことなんです。